今回は岐阜県の関市にある人気のスポット、名もなき池、モネの池と岐阜県美濃市にある須原神社の紹介です。どちらも神秘的でパワーあふれるところですので、ごゆっくりご覧ください。名もなき池は、まるでモネの池、岐阜県関市の美しすぎる池と呼ばれる人気スポットなんです。透明度の高い湧き水に咲く水蓮がとても美しく、池の中を優雅に錦鯉が泳ぐ姿はまるでモネの代表作水蓮のよう、見る者すべての方に神秘的な美しさを与えてくれます。初夏の水蓮の花が咲く時期は絶景です。美しい池、モネの池に来て神秘的な美しさを体験してください。次に紹介するのは、モネの池から車で30分のところにある須原神社です。須原神社の創建は、なんと奈良時代、越前の名僧、太政大師によってこの地に創建されたと伝えられ、白山信仰の前宮として崇められ、豊作、厄除けなどに御利益があると言われています。境内には夫婦縁結びの男ヒノキ、女ヒノキや古樹安山の霊石があります。須原神社は全国的にも珍しい川に面した神社です。長良川に向き合うように楼門、そして本殿が建っています。古くは多くの人が木舟で長良川を渡って参拝したそうです。神社の目の前には美しい長良川、そしてそこに神の岩と呼ばれる大きな岩が鎮座しています。全盛期には四国や九州から参拝者が訪れるなど大変にぎわいを見せていました。境内には県や市の重要文化財に指定されている中央本殿、東西本殿、拝殿、毎度の楼門が立ち並び、趣のある風景を堪能することができます。美しい長良川を目の前にして、自然と一体化した須原神社はとても神聖な空気感に包まれ、神秘的な雰囲気を醸し出しています。ゆっくり深呼吸すると清々しい気分になれます。最後までご視聴ありがとうございました。